皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰でもないですね、トント選挙の佐野です。前回に引き続き第2弾ということで、またまたジブリ飯作っていきたいと思います。今回はハムラーメン、全く、また違う食材を使って、卵だけは一緒ですが作ってみたいと思います。ではでは、はい、では今回第2回も商品の説明を行いたいと思います。まずこちらですね、ノンカップ麺、東栄食品というメーカーでございます。 100% の国内産小麦粉と国内産バレーションでんぷんを使用しております。簡単に味をまとめることのできる化学調味料は使わず、自然の旨味を生かした商品で、安心してスープまで飲み干せるととても好評でございます。1食100円程度も家計に優しい限りですよね。次にです、ハム、信州ハムというメーカーでございます。幅広い世代に美味しく利用していただけるよう、東都生協と信州ハムが協力し開発した商品でございます。東都生協の組合員さんからの声に応え、国産豚のもも肉を使用し、発色剤を使用しておりません。はい、こちらですね、日立のほのか卵でございます。前回の第1弾にも登場した卵を今回はゆで卵にしたいと思います。商品の説明は第1弾を見てくださいね。はい、こちら千葉県産房総食料センターで採れた小麦でございます。おい、放送すんだよ。はい、では前回に引き続き手を洗っていきたいと思います。ハンドソープ40秒洗おうと思うんですけど、結構30秒って時間ね、長いようで早いようでね。肘までこう洗うとなんか安心ですよね。はい、じゃあ調理に入っていきたいと思います。はい、それでは、ハムラーメン作っていきたいと思います。前回に続きアルコール消毒を。食材を切ってる間に先にお湯の方を沸かしたいと思いますので沸かします。はい、はい、では、先ほど紹介しましたがハム切ります。そうですか、当てておりますか。4枚入りになってます。4枚入りです。これを2色作りたいと思いますので2分の1に切ります。じゃあ切ったハムを上に置きたいと思います。そしたら小ネギをラーメンの上に最後乗っけたいと思いますので、小ネギの方を切っていきたいと思います。はい、切りました。茹でた、卵も、半分に切りたいと思います。半熟になってたら怖いんですけど、ちょっとこれちょっとポニョだけにポニョポニョしてるんですけど、これ大丈夫ですかね。これちょっと切ってみたいと思います。ドバッと溢れちゃうかもしれないですけど、あ、ちょっと半熟でしたが、これも先ほど紹介しましたが、やっぱりこう黄身がね、白っぽいっていうのがちょっと一つ特徴になってると思います。よかったです、よかったです。卵もこれをいきましょう。ではちょっとお湯が沸けるの、湯がね、はい、それではお湯が沸いたので、もうすでにノンカップ麺はカップの中に入れてありますが、これで注いでいきたいと思います。お湯の方は 400cc とね、なっております。これでね、蓋を閉めて3分待ちたいと思います。はい、では、3分経過したので、蓋を開けてみたいと思います。はい、あ、いい感じですね。はい、じゃあ半分切ったハム、
しょう、ハムラーメン完成しました。はい、では、ハムラーメン出来上がりました。実食してみたいと思います。さっき説明しました、化学調味料使ってないと安心ですよね。うん、優しい、優しい、美味しい、うまい。じゃあちょっとこの半熟気味の卵を食べていただきます。うまい。じゃあせっかくなんでね、ハムラーメンなんで、ね、信州ハムのハム食べていただきます。発色剤使ってないから見てください。色がね、ピンクっぽくなって白っぽいっていうのはね、安心ですよね。いただきます。うん、食べるまでどうかなと思ったんですけど、ハムラーメン意外と合いますね。これいいです。うん、うまい。いや、もっと見てください、ネギがね、大きい、いいですね。これカップラーメン、普通の市販のカップラーメンでこれ味が出ないし。うん、うまい。スープもね、安心して飲み干せますよ、これ。うん。で、この料理、アソートになってるので、いろいろ商品あります。私が今これ食べてるのは、ですね。まあ、さっきも紹介しましたけど、ネギ醤油味。美味しいです。あとね、今日の夜は、何にしようか。今日の夜はこれにしようかな、また今度。あ、今度じゃない、今日の夜ね。これ食べようかな。まあ、本当、病みつきになる商品になってますので、まあ、第1弾でも説明しましたが、東都生協の食材をね、安心安全な食材をお届けして、今後もお届けしたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。東都生協の佐野でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。